お待たせ、始まるよ。よろしくお願いします。ハロステ、今回のお相手はモーニング娘。21の小田さくらとビヨーンズ雨の森川海の高瀬くるみです。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やライブ映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお届けしていく番組です。さあ、私たちはですね、はい、あんまり指摘されることが少ないんですけど、はい、ハロープロジェクトでも一番こう生年月日が近いメンバーで、はい、本当たった4日違いなんです、生まれた日が。はい、そう、同い年の現在22歳の2人です。はい、さあ、それで同い年っていうのもありますし、はい、結構長いんだよね。そうですね、くるみが結構研修生に入ってからすぐだったよね。はい、はい、モーニング娘。15さんの15舞台に研修生として、うん、自分も研修生入ったばっかりの頃に出演させていただいて、うんうん、その時から小田さんはずっと私のことを下の名前で呼んでくれて、うん、ハロープロジェクトって苗字読みの文化が結構あるじゃないですか。確かに高瀬ちゃんって言われてる、はい、よく言われます、うんうん、なんですけど小田さんはずっとくるみちゃんとかくるみって呼んでくれるので、うん、だってかわいい名前だもんねありがとうございます。でもなんかそれがすごく新鮮でしたし、うん、嬉しいなって毎回思ってました。あ、そうなんだ、嬉しい。そんな6年越しにはい、いや、くるみはこう、はい、最初に会った時に、はい、すごく目が茶色い、瞳が茶色くってって話したっけ私、はい、なんかくるみ色した目だねって目がくるみ色してるねって言って、なんかくるみって名前にぴったりだねみたいなことを言ったけど、はい、なんかあんま言われたことないですって言われて、はい、名前の通りの綺麗な瞳をしている子だなと思いましたし、最初はありがとうございます。 そこからはこう、はい、研修生にね、いるくるみはもう本当にすごくもう努力家のイメージがずっとあって、絶対デビューしてほしいって思ってました。ありがとうございます。実は思ってました嬉しいです。だからビヨンズでか、その前にデビュー決定メンバーに入った時に、はい、あ、もうそうでなくっちゃと思って、ありがとうございます、すごい喜んだのを覚えてます。ありがとうございますそんな小田さくらさんにですね、はい、モーニング娘。21の岡村ほまれちゃんからこのメッセージが届いています。はい、武道館公演の時に小田さんが石田さんにドッキリを仕掛けていたのがすごく面白かったですってことなんですけど、そう、これは、はい、ドッキリって誰が発案者かって言ったら、このドッキリは石田さん本人が、はい、ある日突然、はい、なんか私にドッキリを仕掛けてくれみたいなことを言い出した日があって結構何個かね考えてて、今もストックがいっぱいあるんですけど、すごい、これはバラットの武道館公演の時に、私は普通に差し入れでね、みかんを持ってったんです、全員分で。ちょっと長いし緊張するし頑張ってもらおうと思って、ちょっといいみかんを全員分買っていったんですよ。素敵。でもなんか全員分数があるってことはなんかできるなと思って、うんうんうん、こうメンバーにね、何人か声かけて協力してもらって、全員のところにこうみかんを持って近づいてもらって、これあとでみかんの早食い大会始まるけど石田さんだけ知らないからみたいなこと言ってスッスッスッってみかんをね、それぞれの自分の楽屋のバッグなんか荷物に仕込んで、で生田さんが突然ガタッと立って、さあそれでは始まりましたみかん早食い対決スタートみたいなこと言って、みんなが自分のバッグからこうみかんを出してあって食べ始めて、石田さんは何何何って言ったら、え、待って、全員やってんのみたいな、え、なんでなんでみたいなって、ええみたいな、もって言ったら、なんか佐藤さんとかが持参って言われたけどねなんか変な台本を作らないでくださいなんだけど、持参って言われたけどねとか言いながら食べて、でこう食べ終わった人から楽屋を出て、で石田さんを最後一人楽屋に残すっていうシナリオだったんですけど、こう石田さんが途中で見つけちゃって、私のカバンに入ってた差し入れみかんを、でなんかもらいますとか言って食べ始めて早食い競争に参加し始めたんですよ。だからなんかすごいね、遅れての参加になったんですけど、だから最後に石田さんをね残したかったわけ、こっちは楽屋に、はい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 、けど野中美希ちゃんが本当に食べるのが遅くってなぜか石田さんと競り合っちゃって、最後もういい、なぜかいい勝負になっちゃって、でこう、でもギリギリね、チェルちゃんが、その野中美希ちゃんが食べて楽屋から出て、はいはいはい、でその楽屋に食べ終わって最後とぼとぼ出てきた石田さんに対して、なんかドッキリみたいなこと言って、は
いって言ってみんなでこう何事もなかったかのようにスススって崖に戻って着席するっていう面白い、ね、やつだったんですけど、まあ、ただ一つ心残りがあって、はい、差し入れのつもりだったのであの味わって食べてもらいたかったいいみかんだったんですいいみかんそういいみかんだったからみんな食べ終わってからあれ待ってそういえばめっちゃ美味しかったと思うんですけどみたいになっててあ今度はちゃんと持ってこようって思いましたすごいそう楽しかったですビヨンズはないんですかそういうことは今のところドッキリとかはないですけど、うん、一番引っかかりやすいなって思うのは前田心ちゃんなので、うん、なんか意外よね本当ですかそうなんだなんかすごくピュアで、うん、全てのことを信じてしまうので、うんなんかこう本当にちょっとした差し入れでいただいたすごい美味しそうなお菓子とかを、うん、これ私が作ったんだって言うと、うん、え本当にすごいねくるみんとかって言って信じちゃうような大変だ本当に純粋な子なのでじゃあ高瀬くるみちゃんもですね、はい、メッセージが届いていますビヨンズの小林ほのかちゃんからです、はい、高瀬くるみちゃんはお菓子をくれるという意外な一面があります意外なんだ意外なんですかねねなんかでも私は自分が食べて美味しいと思ったものとか、うん、なんか素敵だなって思ったものを共有したいっていう欲がすごい強くてわかる新しくできたお菓子とか食べて、うん、あこれ美味しいと思ったら、うん、全員で集まる時にちょっと多めに買ってって、うんね、これめっちゃ美味しかったから食べてって言って配ったりとかしてますね、うん、私もめっちゃそれで、はい、何を食べるにしてもご飯もご飯屋さんに行っても、はい、なんか誰かが頼んだものはこの人がくれるから、うん、私もそれが食べたいけどあの交換する前提で別のもの頼んだりとかもするし、はいはいはい、なんかみんな好みのものとか把握してるからなんかあこれあかねちゃん、はがあかねちゃん好きそうだなって思ったら買っていったりとかなんかあるよね、そういうのあるんですよそうですねそう、本当にそう、でもね、今こういうこのご時世なので、はい、なんかあんまりさ、一口ちょうだいがしづらくなっちゃったじゃないそうですね、できないですねそう、そういうのも含めて早く戻ってほしいなって思ってます、はい、そしてですね、あの小林ほのかちゃんからは、うん、小田さんへもメッセージがありまして、うんうん私のピアノ伴奏で小田さんに歌ってもらいたいです、うん、とのことなんですけどいや光栄なことですねすごい本当にめちゃ見たいそうね私高瀬個人的に、うん、あのこの前かな小林ほのかちゃんが、うん、ビーアライブをピアノで弾いているのを見て、うんうんうん、なんか私の中でビーアライブイコール小田さんみたいなイメージがオーディションの時のオーディションの、ねはい、課題曲だったんですよねイメージもあるので、うん小林ほのかちゃんの弾く伴奏でソロで歌う小田さんの Be Alive すごい贅沢な時間だなって思うのでいやそういう機会がありすごいけどさ、はい、なんか温存してほしいピアノだよねあんまりなんか、ね、めったに弾けないみたいな人にもなってほしいと思うし、うんうんうん、すごいジレンマがあります私の中で、ね、はいということで今回はこんな感じで同い年の2人でお送りしていきます最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますさあということで始まりましたハロープロジェクト研修生発表会2021春の公開実力診断テストハロープロジェクトの研修生たちが各分野の先生そして画面の向こうの皆さんに日々の努力の結晶を自分の実力を披露していただきますさあそして、今年も素敵なゲスト審査員の方にお越しいただいております総勢14名の研修生が日頃のレッスンの成果をソロで披露いたします、はい続いてはこの方です。帰り道口づけしたこと覚えてるほんの一秒を7つでも愛称を忘れない何度か歩いた商店街 Are you happy? Yo!
私だけロボット私だけロボット私だけロボット私だけ愛の証拠を見せて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 ありのまま素直な気持ち全部やっぱ愛じゃん今のまま溢れた気持ち全部精一杯切り向かってぶつけてみようよ前向いて顔上げて泣いてる暇はないよ最高のキスその全力的胸いっぱいのも伝えたいんだよ愛してる逆転さよなら満塁ホームが目がつけないまずブリブリまずまずまじスナフラジリの空気ジェリー見てもらいたいしてたわ人間というぬくもりを感じたああ甘い時間は通り過ぎたわ昔の昔の話この先もきっとあなたの夢を見る今はこれでも幸せな優しい彼氏も好きよあなたよりずっと愛に来てくれる私が作れるこの世で一つの物語これからなせばなれせきららあるまま行こうひたむき全開ほら笑う角に君がいつか続けばいつか変わる世界は広いが眺め尽くしたい8番目の虹はどんなそれでは審査結果を発表したいと思っております。それではまずは誠さんから発表お願いします。誠の元気にしてくれたでしょう、はい、この方北原桃さんおめでとうございます。ありがとうございます、はい、努力し続けてきて本当に良かったなって思いますし、うん、これからも成長し続けて、うん、いつも太陽の方を向いて頑張っていけたらいいなと思います。さあ続いての賞は宮本かりんさんから、発表をお願いいたします。はい、はい、宮本かりん賞は、はい、江畑きさきちゃんです。おめでとうございま す。江畑きさきさん一人の主人公がこうなんだろうどういうことを考えてどういうふうにこうなんか
この歌詞を歌ってるのかっていうのがすごい重要だなと思っていて、はい、でやっぱりあの着ている服だったりもそうですし、うん、表情だったりあと全体のこうなんていうんですかねこう雰囲気だったりとかそういうものがこうなんだろうグラフにした時にすごいこう綺麗だなっていうふうに感じたので、うん、あの宮本花凛賞をあの江本ちゃんにということで、はい、はい、さあ続きましては、橋本慎さんから賞をいただきたいと思います。ディレクター賞はですね、はい、有沢一華さん。有沢さん、さあ一歩前、はい、完全にキョトンとしてます。完全にキョトン私本当に選ばれると思ってなくて、うん、あの見てくださる皆さんに、うん、あのちょっとでも届いたらいいなって思ってたので、うん、嬉しいです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ダンス賞です。ミツバチダンス賞。はい、ミツバチダンス賞は、はい、上村蓮美。上村蓮美さんでございます。ダンスが最初はすごい最初からずっと大好きでなんか、うん、嬉しいです。うんうん、大好きでね。うん、それがやっぱりこうやってダンス賞もらったところが、うん。は、うん、はい。引き続きダンス頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ続きまして上野先生お願いいたします。本当に選ぶのが大変でした歌唱賞。はい。なので2人。あ。選ばせていただきました。あ、そうですか。一人目、うん、広本瑠璃。すごい。広本さん。はい。おめでとうございます。はい、すごく課題が多くて、なんかくじけそうになる時もたくさんあったんですけど、今回のこの曲を選ぶにあたって、この楽曲は2つのグループに分かれてこう掛け合う曲で、すごく難しい曲なんですけど、その曲をあえて選んで挑戦したのですごく嬉しいです。小野田花凛さん、おめでとうございます。今回は特に歌の強弱をつけるとか、あとは表情も意識してたので、うん、そこをこう言っていただいて本当に嬉しいです。続いてはベストパフォーマンス賞に行きたいところなんですが、はい、今回は準ベストパフォーマンス賞を先に発表したいなとお願いします。はい、はい、思います。準ベストパフォーマンス賞はどなたでしょうか。中山夏目ちゃんです。はい、中山さん準ベストパフォーマンス賞おめでとうございます。ありがとうございます。こうやって去年は鈴木愛理さんから賞をいただいて、うん、そこからもう一段成長したいって思ってて頑張ってよかったなって思うし、これからももっとレベルを上げて頑張りたいなって思います。ありがとうございます。はい、中山さんおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。いよいよ配信をご覧の皆さんの投票で決定するベストパフォーマンス賞の発表を残すのみとなりました。では発表を宮本花凛さんお願いします。今回のハロープロジェクト研修生発表会2021春の公開実力診断テストのベストパフォーマンス賞は、ヨフルノちゃんです。おめでとうございます。おめでとう。ベストパフォーマンス賞ヨフルノちゃんです。ありがとうございます。はい、それでは真ん中の方へどうぞ。さあそれでは、宮本花凛さんから、トロフィーの授与でございます。はい、ありがとうございます。はーいと、あの、うん、みんな名前が呼ばれていて、その自分はなんかもう、なんだろう、自分があの、うん、悪かったことをさっきもその頭の中でずっと反省してたんですけど、うん、そのまさかベストパフォーマンス賞に呼ばれてもう嬉しいです。すごいもう嬉しいです。嬉しいですか。ということでハロープロジェクト研修発表会2021春の公開実力診断テストでした。また来年お会いしましょう。楽しんでる？続きも見てね。モーニング娘。21の小田さくらとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお送りしていますハロステ。さてここからは少しお互いのことについてお話ししていきたいと思います。はい、私からくるみへいくつか質問をするので、うん、はい、あまり考えずにテンポよくパッと答えていってください。
はい、じゃあいきます。瞬発力だそれでは質問です、はい、高瀬くるみってどんな人？変な人。ミヨンズの中での自分の役割をどうぞ。ママでありバブ今のプチ悩みは？ないです。悩まないようにしてます。好きな言葉は？好きな言葉は、ありがとう、うん、小田さくらの気になるところは？メイク。おお、はい、以上です。はい、なるほど、はい、まあ変な人なのはわかるからとしてママでありバブ、はい、わかるかも。それも本当ですか？わかるわかる。悩まない、はい、だね、はい、悩まないようにしてるんだね。はい、もともとはすごくネガティブな人間なんですけど、うんうん、でもネガティブになっていいことってあんまりないって思うから、うんうん、悩みそうになってもその悩み事をいかにポジティブに捉えるかっていう風のことを課題にして生きてます、うん、それはできない時もあるの？はあるんですけど、うん、そうなったらとか、あ、ポジティブに今日変換できないって思ったら、うん、もう一回置いといて、うんうんうん、別の楽しいことを考えて、うん、で一晩寝たら意外と大したことなかったりするので、なんかそういう風にして生きていこうと思ってます。あ、大事。で私の気になるところはメイク、はい、メイク、あの小田さんに、うん、こう最近おすすめのアイテムとか、うん、あのビヨンズのメンバー結構メイク詳しい子多いんですけど、多いよね、はい、メンバーにはよく聞けるんですけど、うん、やっぱりグループの外の方ってなると、うん、なかなか聞けないので、いろいろ教えてもらえたらなって思ってます。一回やってみたいです。フル、え、フルメイク押してみたい。で楽しそう。結構ね、腹目みんなによく思うんですよ。なんかあ、そう、結構私はなんか自分のメイクとか、はい、流行ってるメイクとかじゃなくって、はい、その人のコンプレックス解消メイクっていうのを突き止めるタイプ。なんかどうなりたい、どうなりたい、どこが嫌とか聞いてやるのが好きなので、すごいって思ったら、なんかこうくるみはね、自分を研究しているし、もう技も持ってると思うけど、いやいやいや、なんかこう自分のパーツをはっきり把握してる人の話を聞きながらお化粧するのは楽しいだろうなって思うので、やってみたいですね、いつか。いつか。そういうのないんですかね、ハロステで。なんか毎回自分でやってるじゃないですか。そうですね。毎回自分でやってるから、たまにはね、メイク交換しましたとか、メイク道具、道具だけを交換しましたとか。面白そう。やりたいです。それでは、次は私からも小田さんに質問させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、それではいきます。小田さくらを一言で表すと？小田さくら。今の気分をモーニング娘。の曲で表すと？いいことある記念の瞬間。最近ちょっとだけ反省した出来事はありますか？花鳥風月でリーダー的な立場にいたのに、千秋楽一人だけ大泣きしてしまったことです。最近一番テンションが上がったことは？一番テンションが上がったことは、今日お肉をあのお母さんが焼いてくれて 400g くらい食べてきました。すごい、さっき最後、私高瀬くるみが喜びそうな言葉をどうぞ。頑張り屋さんだし、本当に宝物の喉を、声を持っていると思います。もっと活躍してください。ありがとうございます自分で聞いといてすごく照れるっていう。いや、ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、一言で表すと小田さくら。え、逆に、はい、当てはまる言葉があっちゃいけないんじゃない？あー、って思う。なるほど。ですよね、なんか、それってすでになんか私が今更やんなくてもよくないみたいな、なるほどって感じになっちゃうので、なんかでも結構意識していることでもありますね。誰にもならないっていうのは思っているところなので、私に当てはまる言葉があってなるものかと思いながらすごいかっこいいそしてテンションが上がったこと、昨日も普通に私がお仕事から帰るときに、あまりにもお腹が空いてお肉をね 200g 買って帰って、
それを焼いて食べたんです、はい、それが本当に美味しくって美味しかったって言ってたら、はい、もうその日の夜にもう一回スーパーに行ってお母さんがお肉買ってきてくれて、そうでなんか4枚買ってきてもらって分け分けしようねって言ってたんだけど、うんうん、もういいよって、てか私が1枚食べた時にこれ何枚だったら食べれるんだろうって言ったら、うん、やってみるって言われて全部出してくれて面白い。そうでもね、モーニング娘。は私はお肉で言ったら上から 3,4 番目くらいかな、食べれる量は。もっと食べる人がいるんですか？そう、意外とホマレが1ポンド以上、マリアちゃんとホマレは1ポンド以上食べるから。そうなんですよ、まだまだ2人には及ばないんですけどそう頑張りたいですね。いや、あの小田さんと一回、うん、あの一緒にお食事に行ったことがあったじゃないですか、うんうんうん、その時に、あ、細いのにすごいいっぱい食べるんだなと思って見てたんですけど、うん、ちょっと想像以上のグラム数を聞いてびっくりしました。そうだね、そうなのかな。お肉 400g って結構ですよね。女性の平均は確か200くらいっていうかも。そうですよね。そうけどモーニングの相場は300前後、300とか400すごいまでとかなのかな。いやーすごいですね。みんなね大好きですね、食べることが。それでは最後に2人で一緒に質問に答えていきましょう。はい、2人でデュエットするならどんな曲を選びますか？はい、はい、選んでますね、もう。はい、せーの、じゃん。私高瀬くるみはギャムさんのルルルです。はい、私小田さくらはモーニング娘。の涙にはしたくないです。ルールルルー、はい、ルルルね、はい、名曲、はい、なんでですか？なんか小田さんと言ったらというか、うん、小田さんがこう少人数でこう選抜されて歌ったりっていうの最近結構多いじゃないですか、うん、そうね、ハモってる曲を歌ってることが多いのと、うんうん、自分もハモりの曲歌うのが好きなので、あ、そうなんだ、一緒にハモってみたいなっていうのと、うん、あのなんかこう小田さんの歌声があの大人っぽいけど、うん、大人すぎないみたいなイメージが自分の中であって、うん、なのでちょっと大人っぽい楽曲だけど、なんですかね、こう大人すぎない、なんか2回同じこと言っちゃったけど、ちょっと明るいもんね、わ、はい、かるわかる、なんかそういうイメージがあるのでこの曲を選ばせていただきました。なるほど。いや、私はですね、はい、モーニング娘。の涙にはしたくないという曲なんですけど、はい、これは私たちが3歳くらいの時かな、うん、の曲で、あのシャボン玉という楽曲のカップリングです。はいはいはい、で、あのジャンルはあのちょっとざっくりとしたリズムというか、うん、R&B、 なんて言うんだろうな、すごくこう、ね、ゆったりとしてるんですけど、うん、あの結構歌唱テクニックみたいなのも入れやすい曲で、うわ、かつあのセリフ調のところもあったり、フェイクもあるし、あの A メロとかはねリズムタタタタンって進んでいくんだけど、サビになった途端にあのこの涙にはしたくないっていう、これをすごく時間をかけて歌う、なんかすごいなんか起承転結もあって、これくるみにめちゃめちゃハマると思うので、もういつか、はい、いつかいつか、私も昔やったんですけど映像に残ってなくって、いやすごい、福村さんと羽賀あかねちゃんと尾形春菜ちゃんと4人でやったんですけど、あんまりそれも知られてないけど、私はすごくお気に入りの楽曲なので、ぜひ後輩に歌い継いでいてほしい曲でもあるなと思って選ばせていただきました。ということで、はい、パーソナルな部分をお届けしました。ありがとうございます。ハロステ、まだまだ続きます。モーニング娘。トゥーワンの岡村ほまれです。普段はあんまりお料理をしないのでちょっとうまくできるか不安なんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです黒木です、はい、よろしくお願いします。今回は何を教えていただけるんでしょうか？はい、ですね、山賊焼きとかきたま汁、はい、おー嬉しいです。私あのすごいお肉が大好きなので、だいたい言ったことなんかもういきなり理解していただいてるみたいで、あの嬉しいです。すごい、
本当だ、綺麗な出汁が、うん、焼いていきますか。焼いていきましょう。はい、揚げ焼きなんでそんなにいっぱいは入れないで、手を汚す意味のないようなことは全て黒木が行いますので、はい、火はね、弱めでいきましょう。分かりました、うん、あんまり弱くねえんじゃねえか、これすっげえ。ちょっと一旦切りますね。油が少量だからね、やっぱりいきなりは温度が上がりますね。気をつけてください、まあ、止めちゃっとけばなんとかなんでしょうって話で。こんばん。いやー、美味しそう、うん、ね、あの、これ切っちゃってみるぐらいだな。なんか、いい感じだね、これいい感じですねお腹減ってきちゃった。お腹減りましたね。あの、盛り付けてみましょうか。はい、はい、うん、せっかくなんで、じゃあ見栄えがいい、あの細めのとこ、あの、あ、よって乗せてください、はい、奥ですよね。はい、奥、奥がいいんじゃないですかね。いい感じだと思いますよ、それで、はい、はい、切るだけ切った後盛り付けてください。はい、はい、おー、いい音。うん、もう大丈夫だと思うんでね。はい、それでこれぐらいの大きさだったら食べられますか。はい、はい、こうですね。はい、あ、そうそうそう、よいしょ、これもこれ、はい難しいかな。まあまあまあ、いいです、いいです、大丈夫ですか。いいです、いいです、あの、いいです。なんかガッて、なんかワイルドな感じでいいじゃないですか。山賊焼きが完成しました。じゃあ霜降り、あ、ね、こうポコポコってなってるでしょ、はい、ここに入れちゃいます。おー、ね、それで火を入れるわけではないんで、チャ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 って、この一手間を加えた方がいいです。いきなり入れたってもいいんですけどね、それはね、もうさって洗って水気切る、ここまでが、まあ、あの一セットなんですけど、できればしてください。はい、はい、これ先ほど取った出汁、これぐらいですかね。カツオ出して、あの、ボーって沸かすと香りがこう飛んでっちゃうんですよ。だからボコボコに沸かしきっちゃいけないんだけど、そうかって、あの、火がゆあんまり緩すぎると、こう落とした塩がちゃんと回らない、あの、溶けないっていうか、なんでほどほど沸いてるところに塩を入れていきます。はい、おお、すごい。もうファーってなるんですよ。もうこれでファーってあっという間に溶けて、このもう塩が回ってくるんで全体に。ちょっと味見てください。あ、ちょうどいいです。美味しいです。うん、で、それで、まあ、あの、で、気持ち醤油も入れるんだけど、あの、料理屋さんで出すお吸い物って醤油もこの量だ、これしか入れない。少ないです。そうそう、かつ節バチンって効かして、で、塩ではほとんど味持ってって、これで香り付けみたいな量しか入れないんですよ。ただ、卵の時だけは別で、卵と醤油って相性いいから、これ卵とじみたいにするような吸い物の時はもう少し余計にこう醤油を効かすみたいな、そういう入れ方です。これ、まあまあ、これはあのお仕事のやり方だからね、こんなしないでも醤油で持ってったとこ塩で締めるみたいな、それはあのお好みでもいいんですけど、ただ味の濃度的にはこれぐらいにつけとくとお上品ですみたいな。入れちゃいますか。はい、ね、こうして。美味しそう。鶏とキノコのね、出汁が出てればね、美味しいですね、うん、あ、さっきの味にそれが乗ればまあいいじゃんってなるのは分かりますよね、うん、もうキノコ最強なんで。キノコ最強、キノコ最強です。キノコがっつり入れる感じですか、うん、こんぐらい入ってもいいんじゃないですか。入れすぎちゃったかなもうこれであの材料に火入ったらあのいいぐらいなんで、完成、うん、あとはそれで最後に卵でやって、うん、卵結構重要ですよね、うん、なんかふわふわの卵にしたいのに、うん、あ、それね、あの、最後じゃあ卵のやり方あの見ていただくんで、はい、こう空いてるとこにね、スーッて入れていきます。スーッて入れて、それでふわーってふわーぐらい、これで止めちゃいます。止めちゃう、そういう感じ、うん、余熱十分入るんで、ずっとグラグラグラってやってると、そのうちこれがふわーって卵が浮いてくるんですよ、それでこう より固まってってカッチカチのになるんで、私いつもカッチカチにしちゃう。ああ、もうこんぐらいで止めてください。わかりました。空いたところにやって、そう
数数ぐらいしかもうかき混ぜないで、はい、それでこう止めとくとこういうふわーんって感じに仕上がるんで、ふわふわ、うん。それでは早速いただきたいと思います。はい、いただきます。ではまず山賊焼きからこの辺いただきます。何すか美味しいですなんか、サクサクしつつも中結構ふわふわですごくジューシーで美味しいです。偶然うまくいったみたいですつけだれがね、もうなんか勝手にうまくなる要素満載みたいになってたんですごい美味しいですでは次、何です、はい、かきたま汁いただきたいと思います。うん、すごい、なんか出汁が本当に一番最初の昆布の出汁からすごい変わって、ここに鰹節の美味しさとキノコの味もすごい効いてるし、卵がふわふわでびっくりしました。ああ、ちゃんと火入ってますよね、はい、あの薄もうさーって流して、さらにさーって割っちゃえば、あの薄くなっちゃってるから、卵自体の厚さっていうか、あっという間に火入っちゃうんで、もうあんなでパッと止めちゃって全然なんですよ。なるほど、はい、これはもうすぐ実践できそうなので、餅でもやろうと思います。まあ、はい、作ったのでやってみてください。はい、さっきみたいにやれば、そんなに卵カチカチにはまあならないと思う。はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。一緒に頑張ろう。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジ。今回私たちが挑戦するのはハミングクイズです、うん、出題者は事前のチェックをしないでイヤホンから流れてきたハロープロジェクト楽曲の初めから数秒をハミングで披露、うん、ハミングだけで相手を正解に導きましょうということなんですけれども、はい、難しそうですね。難しそうだね、はい、どうします？どうしようか、どっちからやろうか。最初はグッ、じゃんけんぽい。じゃあくるみからお願いします。それでは高瀬くるみちゃんの出題です。どうぞ。はい、モーニング娘。のザ・マテンローショーです。正解です。やったー。あー、わかるよ。それはわかるよ。特徴的なやつ来ましたね。上手。本当ですか？よかった。あ、よかった、分かれて。よかったですね。これで分からなかったらもう私いろいろ考え直さなきゃいけない。いや。よかったです、分かって。でも一番最初のあの音がダダダダってなってるところを聞いた時に、ルルルルルル、うん、あ、マテロショだ。どんな音だっけって思ってもう頭の中で超リピートしました。ね、よかった、よかった。よかった。続いては小田さくらさんが出題してくれます。それではお願いします。わかったようなわかんないような。うん、だらら。合ってるかな、心配なんですけど。で、答えます。はい。アンジュルムさんの、え、帰りたくないな。残念、違います。わかんない。これ私も下手くそだった。だって、もう一回聞いてね。私がここでやるね。どうぞ。はい、藤本美貴さんのロマンティック浮かれモード。正解です。あー、これ難しいね。難しいですね。だってこの音しかないだもの、イントロが。確かに言われてみればそれにしか聞こえないんですよ。そう、なんかもっとキラキラ言ってたけどね、後ろなんかテレビに言ってね、ハープみたいなのが聞こえたけど、はい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 、そこまでできなくって。いや、難しい。はい、ということで正解は藤本美貴さんのロマンティック浮かれモードでした。よかったです。難しかったです。いや、難しい。はい、
難しいんですけど、はい、なんかこう名イントロみたいな曲ってハロプロにはとっても多いから、はい、これでね、なんかこう皆さんがイントロにもっと着目して聴いていただけたら、お友達ともぜひやってみてください楽しそう、はい、楽しいと思います。ということでハロステチャレンジ、今回はハミングクイズに挑戦でした。うまくいくって私は信じてるよ。モーニング娘。2-1 の小田さくらとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみがお届けしてまいりました。ハロステ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。はい、いや私とくるみは結構、はい、あのバックヤードではおしゃべりすることが多いですけど、はい、なんかこう表だってこんなに長くね、はい、2人でいるところを見ていただけたの初めてだったと思うので、はい、なんかね、普段の2人の空気がちょっとでも伝わったかなと思って、そう伝わっていたら嬉しいです。はい、なんかこう私個人的にも、うん、こう小田さんとお話ししてる時って、うん、なんかこうすごく落ち着くというか、本当嬉しい、なんかなんだろう、優しいお姉さんと話してるみたいな、あの同い年ではあるんですけど、うんうん、そういう感覚になって自分もすごくリラックスしてお話できるので、なんか普段ビヨンズでいる時とかとはまた違った感じの自分が見てもらえたんじゃないかなと思います。よかったです、ありがとうございましたありがとうございました。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。ということでハロステ、今回のお相手はモーニング娘。2-1 の小田さくらとビヨンズ雨の森川海の高瀬くるみでした。さようなら。